おはようございます、ウィリーです。中国自動車道の西宮ナジオサービスエリアですね。今日は1月1日元旦です。2024年になりました。今年も1年どうぞよろしくお願いします。新たな気持ちでね、頑張ろうと、頑張るっていうか楽しませていただこうと思っております。というのも、家族のね、理解、それから元ブログを見てくださる皆さんのおかげです。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。一人でソロで、言葉ダブってますが、出てきましたが、兵庫県の西脇市というところですね。そこにある、日本のへそ公園とか言うんですかね、なんかそのモニュメントに向かって今、出発して1回目の休憩をしたところです。気温は10度ぐらいなのでそれほど寒くないんですけどね、慌てることもないので一旦休憩入れました。今日も一日よろしくお願いします。滝の社インター出たところです。ご覧のようにね、路面状態がね、ウェットなんですよ。雨が上がったところって感じですね。まあ無理をするとつるりといっちゃうのでね、気をつけないといけないんですが、この西脇の、今日ね、行く西脇にあるへそ公園とかいうのはね、確か東龍灘っていうね、ちょっと名称があるんですよ。川の流れがね、こう岩のね、なんかこう難しいな説明がまた東龍灘調べてこの辺にちょっと出しておきますけれども、あ、東龍灘、あ、東龍灘はここなんですけど、はい、通り過ぎてしまいましたね。もっと奥なんですね。はい、もっと北の方です。あまり北の方行くとね、雨雲が厚い様子なのでちょっと嫌なんですけど、写真撮って、はい、GPS で、そこへ来たぞっていう証拠を残せば、もうさっさと帰ってますからね、はい、こういう狭い道、立て込んでいる民家がこうそばにあるところ走るときは静かに走りましょう、ね、この橋を渡って左と、なかなかこれはちょっとマニアックなところに入ってきましたねGoogle 先生いいんですか、ここ通れるんですかね。おっとダートになって面白いなこの上のようですね。はい、へそ公園というのは、ということはここで一旦バイク降りないといけないですね。大丈夫かな。立ち入り禁止なんて掲示されてたので、もうダメかなと思ったんですけど、まあ念のために手前まで行きました。今降りてきてるんです。まあ GPS のポイントがいただけたので、はい、この日本のへそモニュメントはクリアできたんですけどね、もう Google 先生のお導きに従ってきたらこんな状態です。まあ目的は果たせたのでいいんですけどね。これ気をつけて歩いてます。ここで枯れ葉に足を取られてずるりと行って、
転倒でっていうことのないように、気をつけて、暗い夜道と枯れ落ち葉。一つ目のポイントはねなかなかハードでしたね。裏側からこうアクセスしようとしたんで、そりゃ立ち入り禁止の表示があってもおかしくないですよ。とりあえずはちょっとこの看板を拝んでから、くるりと一回りしてから帰りますか。鼻水すすりながら走ってますお聞き苦しい点はご容赦ください。駅があるんですね、へそ公園駅。あ、ここですね、このへそ公園駅、加古川線かな、何線でしょうか。来る時に東龍灘がどうのなんてお話ししましたから、ちょっと東龍灘をチラ見して、チラッと皆さんにご紹介してから帰ろうかと思います。もうあの橋の上から見えるんですよ、左が赤いね塗装歩道がありますよね、これここから見えるんですよ。もうそこ真ん中のところ膨らんでますよね。何なのこれっていうふうに皆さんには思われるかもしれないんですけどね、こうデコボコデコボコしてますよね。まあそういうところです。はい、百聞は一見にしかずで、登龍門って言葉があるじゃないですか、登る龍の門。あれ登龍門っていうのは鯉がね、滝を登ることができたら龍にこう変化するというか、龍になることができるという、その中国の伝説ですよね確か。その滝のことを登龍門って言うんだって、登る龍の門で、この辺りね、ここね滝の町って言うんですよ、かつてね。はい、滝の町、滝の町なんですね。今は加東市になってますけど、以前はここ滝の町と隣の八代町で、今から行くインターチェンジが滝の八代インターっていうんですけどね、さっき出てきたインターですけども、滝の八代、滝の八代って言ったら神様をお祭りしてる建物でしょ。で龍はね、龍神様でしょ。で、さっきのところは登龍門、戦う龍の門でしょ。伝説なのかこう関連してますよね、昔話、日本昔話、まあ、古いな日本昔話、時田不二雄さんと市原悦子さんのそれをふと思い出しましたが、いや六甲山の南側に、さっきまで北側にいたのでびしょびしょでしたが、道路が今こちらドライですね、乾いてます。海が見えましたよ、神戸の沖のね。はい、グーグル先生のお導きに従ってやってきましたさっきのへそ公園は参ったなこれはどうでしょうかね。六甲アイランドも見えて、六甲三条駅、はい、お疲れ様でした。
そこにロープウェイが見えてますけども運休してるんですよね。全然人の気配がないですよ。まあ自動車は止まってますけどね。ずっとケーブルがね張られてるんですけども、もう赤く錆びてしまっていて、ちょっと残念ですね。神戸の街がずっと一望に、六甲アイランドが見えて、大阪湾が左手の方ですね。大阪府豊野町に戻ってきました。雨にたたられましたね今日のツーリングは。さて、まもなく本滝テラス到着です。オープンと書いてありますよ。今日はラッキーです。やはりね、元日神社仏閣寺院やってるでしょうという私の楽観的なこの推測が当たりました。出てきましたね。何だったんですか、あの雨は。通り雨ですかね。まあ、いいんですけど、晴れてくれる方が。あ、バイクいますね。います。ではでは。この赤いのがね、今ここですよね。あ、じゃあ本来はここに貼る予定なんですけど、なんでしょうかね。ちょっとくるっと行ってみます。はい、一緒に行きましょうか。あ、すいません、お忙しい、申し訳ない。あ、ありがとうございます。どうも、ちょっと読ませていただきます。助かりました、ありがとうございました。すいません、あの置いていただいていいですか。あ、すいません、どうも助かりました、ありがとうございます。ありがたくいただきます、どうも。お正月の間は、あの薬膳カレーありますかって聞いたら、お休みだそうです。申し訳ない。では我が家に帰ることにします。まだお雑煮もいただいてないのでね。できました。はい、いつもの
中国自動車道吹田インターです。ご覧のようにこちらは今雨がパラパラパラついてはいますが、路面はドライです、ね、今日はね、想定しなかったこと、予想だにしなかったことがたくさんいろいろあって面白かったですね。家の中に引っ込んでずっとね、あったかいところでね、こそこそしてたんですよ、しばらくね、年末は。なので非常に今日は外出して面白かったです。さて、いつものガソリンスタンドで満タンにしてから家に帰ろうと思います。今日も皆さん最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。